cut, strike, shave, carve. Working opposite a tree with hundreds or thousands of years, while feeling the muku or sacred tree with one's skin. A story is told with the blade. The chisel dances and glides along with the wood. Splinters of wood fly into the air, and the wood begins to dance. 木の命をいただいて、仏像っていう新しく生まれ変わっていただくその機微に私たちがいるわけですから、真摯な気持ちでやっていかなきゃいけないということは一番念頭に置いてやっております。Busshi, Mukoyoshi Yūboku, a Japanese sculptor carving Buddha wood statues. Carving Buddha. Mukoyoshi Yūboku's world. Japan における仏教は6世紀の半ばに朝鮮半島の百済から釈迦如来像や経典、仏具とともにもたらされたと言われています。以来日本でも折々の社会の趨勢とともに数多くの仏像が作られてきました。鋳造、乾漆造、塑像、木彫とさまざまな技法がある中、仏師Mukoyoshi Yūbokuはかたくなに木彫の伝統を守り、仏の道を求めながら一彫り一彫り祈りとともに仏の姿を刻み込んできました。Mukoyoshi Yūbokuは運慶・快慶に代表される慶派の流れを組む仏師で、現在大阪市内に浅場仏教美術工房を主催し、十数人の若い弟子たちを育てています。浅場経っていうお経があるんですね。曼荼羅の内容を書いてある本なんですが、たくさんの仏様がお生まれになれる工房でありますようにっていうことも含めて、浅場工房という形にさせていただきました。遊牧の作品のいくつかを紹介しましょう。聖観音菩薩立像。菩薩は悟りを求めるもの。人々を救う修行をすることで悟りを開こうという志を持った仏様で、優しく慈しみにあふれた表情が特徴です。この作品は胸の前で蓮華を持ち、花びらを一枚ずつ開こうとする姿を描いています。材は木曽ヒノキを15年以上乾燥させたもので、寄せ木作りで作られています。ちょうど10年目の28歳の時に、約1年かけて仕事が終わってからですね、寝る間も惜しんで取り組んだっていう、本当に自分自身の中で機微になる取り組みだったと思います。宝冠やペンエなど後からつけたものが違和感なく自然に見えるのは遊牧の技のさえ。後輩の模様は菩薩の柔らかな表情を生かすために、極めて繊細に作られています。釈迦如来立像。金色の肌、切り金を施した極彩色の衣、きらびやかで美しい姿は日本に仏教が伝わった当時の華やかさを彷彿させてくれます。ほとんどの如来像には頭頂部に肉系と呼ばれる突起があります。人間よりも多く知恵が詰まっているということを象徴的に表したものとか、また額には白毫と呼ばれる小さな突起もあります。右手を上げ左手を下げる印相はセムイヨガ印、説法を聞く人の緊張を解き、願うものを与えてくれるポーズです。木曽ヒノキによる寄せ木作りの作品です。吉祥天龍像、天部のルーツはほとんどがインドの神様です。如来や菩薩と異なり、額に白毫がありません。天部はまた性別がはっきりしていることが多く、この吉祥天は毘沙門天の妻とされています。吉祥天は福徳の神様で、左手には思い通りの宝を出すと言われる如意宝珠を持っています。財は遊牧が父から譲り受けた28年間乾燥させたクスノキで、本体と地山のすべてを一つの木から掘り出す一木作りです。父親が28年もかかって乾燥させた材料。その気持ちに応えるためにも精一杯、今の時代の吉祥天に、昭和の時代の吉祥天を掘ろうということで取り組んだ作品です。毘沙門天龍像、吉祥天の旦那様である毘沙門天は武人として、また財宝付きの神様としても知られています。右手に宝刀を、左手に矛を持ち、あらゆる敵を威嚇するかのように眉間にしわを寄せてにらみつけています。踏みつけている邪気の勢いを封じる強さと、その力関係のバランスが制作のポイントです。木曽ヒノキの寄せ木作りです。鮮烈な赤、逆立った髪から顔を出す獅子の冠、3つの目と6本の腕、恐ろしげな表情で見る者を威圧するのは愛欲を司る愛染明王座像。赤い色は情熱と強さの表現、愛欲などの煩悩もまた仏の御心であることを教えています。明王と獅子の目は玉眼といい、水晶を入れリアルな表情を生み出しています。本体、後輩、レンゲ座の赤色は少しずつ色を変え、輪郭がぼけてしまわないよう工夫しています。限りなく細い切り金文様もこの仏像の見どころです。木曽ヒノキの寄せ木作りの作品です。聖観音経像、常緑仏と呼ばれる大きな経像です。常緑とは一丈六尺、およそ 4.85 メートル。一般的に大仏と呼ばれる大きさが常緑仏です。木曽ヒノキによる寄せ木作りです。寄せ木作りは平安時代の名仏師常長が完成させた技法で、これによりどんな大きな仏像でも作ることができるようになりました。巨大な作品ですが、宝冠と元取り、両肩を外すと顔も前後に分かれ、体内は空洞になっています。和歌山県海藻郡紀美野町吉野。高野街道が走る静かな山里の集落に、高野山真言宗、瑠璃光山硫黄寺があります。本堂の一角に、向吉遊牧が彫った不動明王が祀られています。不動明王半跏像。不動明王は様々な悪魔を合伏させるために使わされた密教特有の仏様です。大日如来の化身とも言われ、右手に剣、左手に剣柵、後背に火炎を背負い、憤怒の形相で岩座に腰を下ろしています。左目を半眼とする不動明王が多い中、この明王は両眼を大きく見開いているのが特徴です。木曽ヒノキの一木作りです。彫刻的に厳しいお姿を作るっていうのはそんなに難しくないと思うんです。でもその中に怒りでありながら、悲しみ守って、慈しみ守って、優しさ守ってっていう不動産、つまりは渾身の作が欲しい。仏師っていう世界におる私でも渾身って言われるのが一番辛いんですが、ただそのお気持ちにお答えさせていただく形を一緒に彫れたっていう貴重な体験だったと思います。制作期間は構想からおよそ1年。その制作工程の一部を振り返ってみます。荒彫り作業です。図面をもとに金槌とのみを使って正面と横の大まかな姿を彫り出していきます。この段階では彫るというより削り出すといった方がいいほど大胆にのみを当てていきます。何十回何百回と金槌でのみを打つため、のみの頭のカツラと呼ばれる鉄のリングがやけどするほど熱くなるといいます。工房の中にヒノキの香りが満ちる頃、後継の木は丸みを帯び、少しずつ仏像の輪郭が浮かび上がってきます。荒彫りが終わった段階で、一旦腕を切り離します。のみで盆栽との隙間を微調整しながら大胆にノコギリで切り離します。よりリアルに像を作り上げるために一度腕を切り離し、胴体部分を先に彫り進めていきます。子作りと呼ばれる作業です。バランスを崩さないよう全体を見ながら少しずつ落としていきます。物差しやマジックなどを使い、削りすぎに注意して彫り進めていきます。面立ちや体型、絵文など表情に気をつけ、強さや柔らかさを意識し、徐々に細かい彫刻へと移っていきます。中彫りから仕上げ工程にかかります。仏像に表情やニュアンスを入れていく工程です。この段階になると、のみは使わず、すべて彫刻刀での作業となります。少しのミスも許されない緊張が続く工程ですが、婿養は最も楽しい作業だと語っています。最後に細部を修正しながら彫刻刀の跡を消すように表面を滑らかにしていきます。この時サンドペーパーなどは一切使わず、ただ彫刻刀だけで艶を出していきます。彫刻を終えた仏像は彩色し、最後に切り金を施して完成します。切り金は金箔や銀箔を仏画や仏像に照合する技法で、平安時代から鎌倉時代にかけて盛んに行われました。この伝統的な技法を継承しているのが、mukoyoshi Yūbokuの妻でもある仏画師の中村圭木です。圭木は日本工芸会の正会員であるとともに、切り金の第一人者として卓越した技を誇っています。焼き合わせた金箔を竹刀と呼ばれる竹の刀で用途に沿った幅に細く切っていきます。竹刀は手作り、厳選した篠竹を四つ割りにし、使いやすいように削り刃をつけます。細く薄い金箔はわずかの空気の揺らぎでも動いてしまうため、息を止め集中して切ります。切った金箔を2本の筆を操って像に貼り付けていきます。右手の筆ににかわとふのりでできた糊をつけ、その上に左手の筆に絡めた細い糸のような金箔を貼っていきます。仏像のどこにどのような切り金文様を入れるのかは、いわば夫婦のあうんの呼吸。遊牧が刻んだ仏像を見つめ、遊牧の仏の世界をイメージしながら、一筆一筆細い金の糸を置いていきます。中村圭木の仏画の世界も見ておきましょう。不動明王八大同時図。中央の不動明王の前に、ポーズの異なる8人の童子たちが多様な色彩で描かれています。古来から伝わる画像を参考にしつつ、経典に書かれている童子たちの姿や表情、字物などの記述から、仏たちの世界のイメージを広げて図像にした中村圭木の意欲作です。孔雀明王図。不動明王と異なり、こちらは随分と優しい表情をしています。明王の中で唯一菩薩の形をしている孔雀明王を描いた作品。東京国立博物館所蔵図を参考に描いています。穏やかな表情の中にも明王としての風格を表現するため、中村は総切金による荘厳によってなお一層の美しさを際立たせています。蓮華化粧図。ふわりふわりと漂うような安らぎ感のある作品です。蓮華から生まれる仏たちを現代的な表現によって制作したものです。中央の大きな蓮華からは、今まさに誕生したばかりの仏様が浮かび、その背後にある二つの蓮華のつぼみには、誕生の時を待つ仏たちが包まれています。浮遊感のある空間の中に大きさの異なる3つの蓮華を描くことで、時代の流れをも表現しようと試みています。完成した不動明王像は護摩供養の場で披露されました。この仏教の教えの根本が莫苦、与楽と言います。苦を抜き楽を与えるということですが、この世の中にはさまざまなその悩みを抱えた方がたくさんいらっしゃいますから、ぜひその悩み苦しむ声を私が聞かせていただいて、そしてその思いをお不動様に祈りの中で聞いていただいて、そしてお不動様のかじりきで皆さんの悩み苦しみを救っていただけたらなというふうに、このように思っております。一期一会という言葉がございますけれども、会うべくして仏様が向井先生とのご縁に導いていただいたというふうに喜んでおります。仏をテーマとした彫像や画像は、開眼法要によって初めて仏になります。仏師向吉遊牧と仏画師中村圭木の仕事は、いわば仏を入れるための器を作ることにあります。しかしこの器にはさまざまな決まり事があり、時に己を捨て去り、かたくななまでにそれを守ることが必要です。こうしたこだわりはすべて仏の世界を作り出すためだけにあります。そこに祈りとか、そこに命が感じられる。しかもこれが世代を通じて、100年、500年、1000年受け継がれていくものなければならない。ですから、我を封じて、先人に倣って、さらにその上に今の知恵を振り絞って重ねていくもの。そしてその彫る仕事が僕は仏師だと思います。仏師向吉遊牧、今日も仏を彫り続けています。